ケールシュタインハウスは1939年にマルティン・ボルマンがヒトラーへの誕生日プレゼントとして海抜1881メートルのケールシュタインの山頂近くに建てさせたティーハウスである。占領したアメリカ軍がイーグルズネストと名付けアメリカで有名な観光スポットとして知られる。相当大本営の一つとして有名なベルクホーフとは別の建物である。 バイエルン州のマチベルヒテスガーデンの近くに建設された。建設自体は1938年から進められ、13ヶ月後の1939年に完成。建設費用は約3000万ライヒスマルクとされ、内装はもちろんのこと、海抜1700メートルまでの専用道路、残る山頂部までの124メートルは専用エレベーターが設けられた。 エレベーターの内装に至っては、真鍮や鏡などで装飾され、豪華に作られていた。ティーハウス内部の家具は、当時有名なインテリアデザイナーであったポール・ラズロがデザインした。また、景観も山頂に作られたため、テラスから、麓のベルヒテス・ガーデンの街並みやケーニヒスコ、アルプスの山々などが見えた。ヒトラーが、イタリアのムッソリーニとの会見に利用している他にも、 ナチスドイツの要人が多く訪れている。ただし、ヒトラー自身は10回ほどしかこのティーハウスを利用することはなかった。理由として一説には、ヒトラー自身が高所恐怖症であったこと、山荘内部の装飾が気に入ってなかったことなどが挙げられる。しかし、1944年6月に、ヒトラーの愛人エイハブラウンの妹グレートルがここで、 SS 将校ヘルマン・フェーゲラインと結婚式を挙げた時にはマルティン・ボルマンともども出席した。第二次世界大戦末期の1945年4月25日、ケールシュタインハウスもイギリス空軍の爆撃目標になったが、爆撃目標としてはあまりに小さかったため断念、代わりにヒトラーの三層であるベルクホーフにトールボーイ爆弾が投下されたという。ケールシュタインハウスは、 1945年5月にアメリカ軍第101空挺師団によって占領された。その後、ケイルシュタインハウスは1960年まで連合軍の施設として使用された後にバイエルン州に返還された。ケイルシュタインハウスは現在、美しい景観と占領の経緯からアメリカ人観光客が多く、内部はレストランに改装され、ムッソリーニが寄贈した暖炉や、 連合軍兵士の落書きなどが残っている。交通には徒歩で山を登る他にベルフィテスガーデン駅から観光バスで向かうことができる。ただし山頂までの専用道路は崖などが多いことから事故防止の目的で一般車の立ち入りを禁止している。ありがとうございます。